んにちは。今回はエンジンと室内の紹介をさせていただきます。それではみっちゃんよろしくお願いします。本日紹介するのはスバルのドミンゴで、はい、これがね、はい、あのドミンゴっていう車をベースにしたキャンピングカーです。で天井見たら分かるけど、天井が開きます。でベッドになるのね。でこれが当時は受注生産で280台しか作られてない車で、当時に180万とかそんなんで売り寄ったはずなんですけど、何気にあんまり走ってません。で、なんちょ、速くはないけど、今最近流行ってますけど、はい、こういう車で道の駅とかに行ってお泊まりするとかに、そういうのに、いい。キャンピングが流行ってますよね。今流行ってますからね。でもちょっと、寝るだけかな。これは寝るだけやね。ルーフトップの紹介をします。ルーフトップは大人1人、子供1人ぐらいだったら上がることができます。レバーを左にカチッと落とせるまで引いて、これを下から引いた。閉めます。次にシートアレンジの紹介です。セカンドシートをテーブルに使用するアレンジです。まず運転席を回転させます。次に助手席を回転させます。2列目のヘッドレストを取り外します。背もたれを前に倒して完成です。3列目シートのヘッドレストを取ります。次にセカンドシートの背もたれを後方へ倒します。それではこの状態からフルフラットにアレンジしてみます。こんな感じでフラットになります。今回の紹介はここまでです。次回は走行インプレッションを紹介します。お楽しみに。それではまた。よければチャンネル登録よろしくお願いします。